こんにちは。参議院の西田昌司です。先週の1月14日に第2次菅内閣が発足をしたんですけれども、この顔ぶれを見まして、皆さんも驚かれたと思うんです。まさに私は一言で言えば、恥知らず内閣だと言わざるを得ないと思っています。その理由というのは、まずこの与謝野さんなんですね。与謝野さんは、もともと自民党におられた方で、私も一緒に勉強会参加させていただいたりしておりました。で、この国会の中でもですね、鳩山さんや小沢さんの問題、政治と金の問題でですね、共に衆参ではありましたけれども、追及してきたわけなんです。で、その与謝野さんが、今度ですね、菅政権に入るということ自体、全く理不尽な話です。と言いますのも、与謝野さんは、この2年前に衆議院選挙、小選挙区では落選されてるんですが、この比例復活で、この衆議院になられたわけです。それは自民党と書いた人の票によってですね、議席をいただいているわけなんです。で、本来、立ち上がる日本に行かれたのも本当はおかしいんですね。この今の法律では、比例で受かった人はですね、よその政党に行けない。ただ、その選挙があったときに、この政党が、ある政党には行けないんですけれども、立ち上がる日本はですね、選挙後にできた政党ですから、その比例の方も新しい党だから参加できたと、こういうことだったんですね。しかしそれにしましても比例代表の選挙からするとおかしなことになります。ただその時、与謝野さんたちが、この立ち上がる日本を作られたのは、自民党の執行部では生ぬるいと、もっと厳しく民主党を、攻めなければならない、そういう趣旨だったんではないでしょうか。ところが、今度ですね、その民主党の菅政権にですね、その立ち上がる日本からそのまま入閣すると。もちろん立ち上がる日本は離党されましたけれども、会派としては民主党に入るということが言われております。これは全く説明がつかないと思うんです。ですから、まず法律的にもですね、これは内閣に入閣するんなら衆議院議員をまず辞職すると。その衆議院議員の職をお辞めになってから一民間人として行くべきだと。これが法律上の整理で絶対に必要なことなんです。そして法律上だけではなくてですね、道義的に考えてみると、まさにもっと理不尽な話でありまして、一体与謝野さんのこの政治的主張はどこに行ったのかと。で、今まで民主党がダメだと言っていたけれども、今の菅政権、これがですね、何かいいところがあるのかと、全くないわけなんですよ。で、消費税の話は財政再建はですね、与野党ともに考えなければならないから当然だと。そういう言い方されるかもしれませんが、これはちょっとお方違いの話でありまして、まず民主党がやらなければならないのは、そもそも彼らは選挙の時にですね、財源は無駄をなくしたらいくらでもあるんだと。だから、その無駄をなくして子供手当を出したり、高校の無償化やったりするんだと。こういうことをおっしゃってたんですよ。ところが現実には、その無駄が全くなかったと。それだけの財源はなかったと。それでも、自分たちが言ったことを実行しなくならなくなって、そこでですね、赤字国債を乱発して、今日の財政危機を招いているわけなんです。ですから、そのまず、財政再建をするにもですね、もともと今、彼らが言って、やっている子供手当などはですね、無駄をなくしてやるという前提だったんですから、そこの話をまずなくしてですね、その無駄はなかったんだから、その政策もできません。それよりも、今財政再建どうするんですかという、立場でなるんならですよ、まだ分かりますけれども、全くそこの蛇口はですね、閉めないで、それで財政再建、いや消費税を上げてですね、その財源を賄うんだというのは、これ本末転倒も華々しい話であります。さらにですね、問題はですね、消費税などを上げることももちろん、これから重要な課題になるんですけれども、私は何度もこの場でも言ってますけれども、今しなくちゃならないのは、まず、景気、デフレをですね、いかにして食い止めるかということなんですよ。でそのためには、増税するんではなくて、まず、経済のパイを増やしていく。そのためには、国債も仕方ないんです。ただ、民主党がやってるような、赤字国債で子供手当に出すんじゃなくて、雇用に直接つながる。これは、公共事業やですね、耐震化の、設備や、そういったですね、直接雇用につながってくる予算について、建設国債で賄っていく。そしてその後ですね、それを回収するためには、この、負担ということも考えなければなりませんから、当然消費税の話も議論しなければならないわけです。で、それは自民党の麻生内閣の時にそういう話を
この税制、財政の再建のためのですね、方向付きをきっちりと、国民にも伝えていたわけなんです。ですから、その時によそのさんも我々のその話に賛成されていたはずなので、今民主党がやろうとしていることはですね、全くこれは似て非なるもの。だから、全くこのよそのさんの行動というのには、私は理解することができません。ですから、これは国会が始まりましたら、私も申し訳ないけれども、よそのさんは徹底的に攻撃をしていかなければならないと思っております。それからよそのさんだけじゃなくてですね、まあ、今回、元のこの内閣、参議院の議長がですね、法務大臣になられました。三権の長が、つまり総理大臣を指名する側が、総理大臣から指名されて大臣になるというのは前代未聞なんですが、それだけじゃなしにですね、江田さんは参議院の議会運営の時も、むちゃくちゃな議会運営をしました。ですから我々は問責出さなきゃならないということで出したんですけれども、それがうやむやのうちに揉み消されたままで、まあ、鳩山内閣から菅内閣に変わったから、この話が非常に議題に上がってませんけれども、そのことも含めですね、かねてから、このかつてその参議院議長の時にやってきた問題について、我々は徹底的に彼が今大臣席に座るなら、これも追及していかなければなりません。さらには、藤井博久さんがですね、この官房副長官なんですが、この方はかつて財務大臣でした。この方についても私は質問したいことがたくさんあったんです。というのは、小沢さんの政治と金の問題、あの新進党のお金がどこに行ったのかと、それを一番知ってるのは幹事長であった藤井さんなんですね。ですからこの前の財務大臣の時も私は質問するつもりで質問を用意していたんです。ところが突然、そのことを察知したのかどうか、健康上の理由ということで大臣を辞められました。今度は官房副長官ですが、当然この方も答弁に出てこなければならない立場ですから、徹底的にやっていく。まあ、そういうことで、まあ、本当にこの方々のですね、問題点を追及するだけで、本当にもうたくさんの問題があるんですけれども、そういうことも含めて、こういう問題点が本当にあることを任命している菅さんは分かってるんだろう。全くそういうことを感じないでですね、多分任命されてるんでしょうけれども、まさに恥知らず、まあ、そしてさらにはですね、不道徳。そしてまだ知恵がないというか、まさに断末魔の様相なんだと思っています。まあ、いずれに対しましても、これから国会始まりましたら、徹底的にこうした問題をですね、追及していきたいと思っております。今後とも皆さん方のご支援、よろしくお願いします。ありがとうございました。